優先すべきはヘミリンショーの無力化。彼女に近づくにはまずモノレールの制御からよ。正面入り口の守りは厳重だけど、そこから行くのが一番簡単。敵は油断してる。あの銃を俺たちで倒せ。通信を傍受しました。攻撃させる。イルジョンだ。さあみんな、勝負の時よ。やるべきことは分かってるわね。制御室は園内の奥にある。深海エリアを抜けていくのが最短ルートみたい。敵の通信を傍受しました。レイナ、現在地は？今水族館に着いた。まったく遅かったわね。敵がそっちに向かってるわよ。なら手厚い歓迎をするまでだ。離れる。痛みを知れ。無線中継機を検知、位置を特定します。中継機？通信範囲の拡大に使ってるので、設備を停止させればアウトキャスト側の連携を妨害できる。それ以外のものはトリゴ山で交代するのよ。いい？
誰一人通すことは許さない。電力をオーバーロードさせれば中継機を壊せる。無線中継機停止。これで敵の通信範囲を縮小。このまま進んで、もうじきモノレール駅よ。駅が見渡せる位置に制御室がある。ちょうど反対側にあるわ。
そこで合ってるはず。制御盤にアイザックを接続してみて。接続中。中もなかなか慎重ね。でもバリケードは突破できた。ここから先は歩きで行ける。見殺しにしやがって。検知。大したことない。無駄なあがきだわ。味方がやられた。
グマがいじめられないように立て。お母さんは子供を守るのよ。ターゲット死亡。もったいない。彼女なら人のためになれたはず。多くの命を救えた。それに彼女は正しかった。彼女が死んでもアウトキャストは消えない。当分はより危険になるかもね。でもトップを失った以上、組織はいずれ崩壊する。本当にもったいない。